学校でもう国語の授業がつまんなくてなめてたんですよ。でクラスのなんか人気者が朗読の授業で朗読させられてでも漢字も読めないわ句読点も合ってないわ棒読みだわで全然こんなのも全然読めないし覚えれないんだっていうバカにしてたんですよ。で当時なんか中休みってあったじゃないですか小学校の頃。その全然国語の 教科書読めなかったやつが光源氏ののガララスの10代を赤ピでで歌ってたんですよその時に衝撃受けてあこんな本読めないやつも歌にしたら言葉を覚えるんだと思ってだったら自分もちょっと美しいと思った言葉を歌にしたらその言葉を覚えてもらえるんじゃないかなみたいな。